皆さんこんにちは、ハワイケイスケです。本日2024年、8月の13日13時、皇室と、国会議員の方たちと、あと放送会の方たちと、あと他国の方たち、まあ大英国連だとか、インターポールだとか、まあ世界中の政府首脳の方たちとちょっとまあご相談なんですけども、まあこの間8月9日の件なんですけども、そのまあ本当に今のところ皇室に残っているのかどうかわかりませんけども、まあ晶子というものが来たと。で髪の毛を再び染めてるんですけども、まあエネルギーの残存量問題と結婚問題のことを聞いても無視して、でまだ空いてもない、まあ近くにジョリーパスタっていう店舗があるんですけども、まあその朝のその時間帯って9時台だったんですよ。で当然営業時間もちゃんと書いてるんですよ、ドアに11時からって。まあ普通昼ぐらいから開けて、で夜ある程度の時間帯で閉めてじゃないですか。でそこへ向かってね、こうドア開けようとして入ろうとしていて、もうお前何しとんねんっていう状態で、正直こう思いました。不法侵入とかしてここの家から物盗んでないって。でそれプラス髪の毛を以前も染めてたんですよ。表立ての時に出ていた時に髪の毛を染めてなかった時の状態と、その髪の毛を染めてる時の状態で、基本的にエロ業界側に行ってしまった人間が髪の毛染めてるっていう部分あるんですね。あとはもう暴力関係とかの不良とかで、一時期日本でそのコスプレというものが流行ったんですけども、正直エロ業界側の人間が多いじゃないですか。まあ、もともと、レースクイーンとかもそうですけども、もうしてることが、全然仕事じゃない。まあ、もともと、甲子園に関しての、チアリーダーと呼ばれるような連中とかも、髪の毛染めてる人間ばっかりでしょ。いらないんですよ、人権的にも。別に、あのもの見に、みんな野球見に行ってるわけじゃないから、もうどうせ多分混ざってると思いますよ。もうどこの会社もそう。今人材派遣会社ばっかりだから、行政機関まで人材派遣会社の人間で溢れかえていて、多分混ざってると思います。そう考えるのが妥当。で、まず、晶子に関して、政府上層部とか、銀行関係と関わったら、キャバクラとかがくっついてきてたでしょ。で、そこで働いてました。これ、皇室の人たちに今聞いてるんです。で、まあ、もともと、裕仁様の家系の人が合流した人でしょう。ということは、裕仁様、84歳ぐらいでお亡くなりになられてたと思うんですが、もうそれはかなり前のことで、娘だったとしたら、かなり年齢上だと思うんですよ。僕と同じぐらいか。年齢偽り始めた方ですか、それとも他の三宅から合流したから今の年齢で合ってます。で、そのエロ業界関係とどれぐらい関わってるのかのところでちょっとちゃんと調べてほしいんですよ。でもう二度と来てほしくないんです。その後そういう髪の毛染めて喧嘩打ってくるような連中が、まあ、明け方まで、ワンサが来ると、毎回言ってるじゃないですか。カコちゃんの顔をアキワオになったり、カコちゃん自体が喜んでその辺の異性と、話したがる、会いに行きたがる、それを公務と称して、みんな税金使って行ってしまう。僕ね、これもう皇室の人たち、ちゃんとフミット様とか紀子様が叱らなきゃダメですよ、本気で。もう紀子様が演技で叱ってるところも僕何回も見ましたから。家の方に映像回ってきて。普通の喋り方から始まっていて、途中で僕に見られてるっていうことを感づいた瞬間、急に思い切り怒って、叱ってるんですけども、それ多分演技なんですよ。
見られてるって気づいたから。で、もともと女性が外交に乗り込んできたりするから話がややこしいのであって、女性はもう早く結婚して家守るなんですよ。どう考えても。これは昔からの教えであって、そのために生活方法とかあるから、とりあえず死ぬわけじゃないんですよ。余計なことしてくれなかったら。で、そのコスプレが流行った時期の話に戻しますけど、その違う名前とかでテレビに出たりとかしてコスプレとかしてました。僕の家の方にはこれ、ああそう、以前もそれ話聞きましたね。なんかコミケって呼ばれてる、エロ雑誌売ってる連中、それが何か、昔は東京ビッグサイトエキスポとかで行われていて。でしょ？確かそうでしょ？で、同人誌って呼ばれるような。そこ入って行っていませんでした？もしくはそこで働いてました？いや、だからもうコスプレの方向行った人間って過度な露出になってくるんですよ。で、そこまで行ってる人間ってもう出てるから。アダルトビデオとか DVD とかに。そういう奴らが多い。もともとはそう。本当にクズが。普通そこまでして金稼ぎしようとは思わへん。してる行動もおかしかったから、相手もない。そのジョリーパスタっていう、その、スパゲッティ屋さんに、こう、扉こう、開けようとして入ろうとしたりだとか。行動がおかしくなってるから普通はしない。で、カコちゃんは淡井圭介と会うふりしてこの辺まで来て、で会うって言ってこの辺に来て、実際は会わないで別の人間に会ってるのよ。で、髪の毛いちいち短く切ってる。僕は髪の毛伸ばしてほしいって言ったから。なんかこう徹底的な挑発行為とかで喧嘩を売ってきてる状態で、でその動画に関してもなんか以前の動画のような気がするんですよ。で、以前も僕 SD カードで送って言ったか、テレビに向かって言う方法か、まあ、心の声にしろ、しゃべる声にしても反省文書いてほしいっていうことを言ってましたよね。でも書いた人間一人もいないんですよ。で、8月9日の時点でその誰か自分から名前なのってね、河川水門会式玉発言手伝いましたとか、スポーツ業界として今までの不払い申し訳ございませんでしたというようなことで僕に話しかける人が現れるんだったら分かりますよ。いなかった、一人も。議員さんですら多分いなかった。いたのは多分元議員の人の、あの受付の人でしょ。その人は自分の名前すら名乗らないか聞いたけど、会うっていう言葉を一般の人たちへ向けて今は言いますけども、テレビの出てる連中の会うっていう言葉は信じたらならない。誰と会うなんかはっきりと言ってないから。いつどこそこで絶対ここまで話し合いしますって。その固い誓いとかそういったものは一切ないから。もうその中途半端な行動から今度ふざけ始めるから、笑い始めて。で、もう一人の、これは教室にいるんでしたっけ、あやこ、つくこ、なんかそういう名前の人で、もうだんだん、皇室に関しての行事も、今までの歴代の、公務のところで消えていってるものとかが多いから、まあ、隠蔽とかをしてるっていうのも知ってるんですよ。都合の悪いことはっていう。だそれを自分たちがしてしまうと、この国の、上層部であるトップと言っても過言ではない。まあトップは天皇陛下ですけども。その一族の人たちがそういうことを平気でしてしまうと、上からしてまでもうみんな全部それし始めるんですよ。
でも収集つかない、もう何十年も前からそれだから、だから名前を名乗らない人間とかが裁判所で働いたりとかしてるから、もう弁護士会館とかでも本当に存在するから。その自分の名前を名乗らない人間はもうかなりのことをしでかしてしまってる。で、自分の名前を名乗らないことがすでに違法行為だっていうことをそこで働いてる人間なのに分かっていないんですよ。それで電波当てられてきて、淡井圭介のせいだ、あの人が来たから、違うよ、君たちが嘘言うたからよ。自分の名前名乗らんかったからよ。簡単やん、答え。世界のルール、法律なんだから。でもこっちも大変な目に遭ってるから、ずっと。で、これ、皇室とか、内閣と、あと他国の人で、アキコっていう人間と、あと、もう一人の、ツー子かアヤコ、もうそっちも、テレビ出て、もう金髪に、もう金髪かな、そこまで、ひどい色に染めてるから、ごめんなさいね、もともと、生まれた時から、地毛が金髪の方たちを卑下してるんじゃないんですよ。その、海洋基本違反でね、今まで工業問題とかで、ヘドロとかを海にずっと垂れ流ししてるわけじゃないですか。今でも方法そうでしょ。僕は中学生の時耳に行きましたから、兵庫取ってに。あの辺も工業地帯、川崎重工とがあるから、どれぐらいのヘドロが流れ込んでるかっていうのを見てますから、で、まあ、ヘドロはなかなか沖には向かっていかないんですけども、波があれども。で、これが世の中の現実で、まあ、エネルギーの残存量問題とか、すべてを考えると、まあ、自動車の生産停止、もう販売も停止した方が本当はいい。で、ちょっとね、8月9日からみんなが逃げた時点で、もうこれ、裁判開いたところでもう正直もう僕の手に負える範囲かどうかで言うと、多分ほぼ不可だと思うんですよ。で、その補助参加人とか参加人として、佳子ちゃんが本当に神戸地方裁判所に出てくるのかどうかっていうところと、あと、設定された時間帯自体が怪しい裁判所は。普通は15時ぐらいを設定する。淡井圭介さんの状況を考えたら。いろんな意味で。その法廷な、その後ろに次の裁判が控えていたら、どうしても裁判官の人は知って、次何時から法廷組まれてるからっていうことで、早く終わらそうとするでしょ。で、後ろにその時間がなかったら、まあ、多分だからまあ15時ぐらいから一番いいんですよ。その、スポーツの時間帯をのね、こんな真昼間から、って考えてるかもしれませんけど、夏休みだから日本国内でもある時はあるし、その話を法廷でしなきゃならないから、その動画でこう話していてもスポーツの話しただけ、もう今もそうですけど頭が取られるんですよ。こんな状態で裁判できるかって言ったら本当はできない。で、そのメジャーリーグの時間帯もそう、日本人がたくさん行ってるから、睡眠不足にはさせられるわ、喋るだけで頭の中、過度に捉える輪で。で、スポーツ業界なんか一番下なのよ。本当に。頭の中捉える方だったらわかるんだけども、今までしてきたことが大変な滞在だから。まあ、それ言い始めた工業界とかも全部いろんなところの会社がそうなってくるんですけども、議員とかもそうだし。で、解決策を提示してるのに、なぜみんなそれを実行しないのかっていうことなんですよ。で、まあ今回の件はちょっとあんまり話を広げすぎたらあれなので、そのアキコに関してもツー子に関しても絶対にもうこの辺来ないように、もう淡井圭介に近づかないようにさせてもらえますか。ツー子っていう名前で貼ってるでしょ、その人。確か僕より年上の人だったと思いますけども、音楽関係でしょうもない歌歌ってたでしょ。違います。顔変えてテレビ出て悪いことすりゃいいや、これがイーサの世界。ニーサ、新ニーサ、その元は
ISO いいさ、何でもしてもいいさ、留学生のこと話すり替えてくるから、第二次世界大戦負けたら。今、昔の戦争の件で、例えばアメリカとか中国とかソ連の人たち、まあ、現在名称ロシアの人たちとかヨーロッパの人たちと喧嘩しようとしてるわけじゃなくて、その昔僕が生まれてくる前からの時代がそうだったんですよ。で、東京オリンピックさせられたのも第二次世界大戦で負けたから、本当は家の復興とかは先だったのに、一般人のことを考えてあげて、なのにスタジアムの建設とかを日本ではさせられて東京オリンピック開かされてるんですよ。それは1964年第二次世界大戦の終結、まあ、国によっていろいろ違うので、まあ、難しいんですけども、まあ、大体、1940年、まあ、後半ぐらいだと思ってもらったらいいと思います。まあ、日本が終戦した8月15日だとか、まあ、その後調印式を結んだ9月などが正しいだとか、まあ、いろんな説あるんですけど、そうじゃなくてその後朝鮮半島とかベトナムとかいろんなところで戦争はしてましたから、その人たちにとっては第二次世界大戦はその国で戦争が終わった時期がそうなので、だからその人たちが僕の動画を翻訳したものを見ると、あの人第二次世界大戦の終わりの日分かってないになっちゃうんですよ。自分たちの国では何年ですよって。だからもう大体で、だからもう1940年代後半っていうことでいいんですけど、その、アキコに関しても、ツーコに関しても、正直言いますよ。たとえエロ業界じゃなかったとしても、もうここまでのこと何回もしてきた人間だから、こいつから追い出してください。いりません。国民にとって。足引っ張るだけ。スポーツの勝ち負けでも言ってる。なんで髪の毛染めたような俺らが、真面目側の人間が怪我したりだとか痛い思いせなあかんのって、髪がかり的な力だって、ふざけんなよって、お前らがなれよって、髪の毛染めたお前やぞって、ふざけんなよって。多分アキコを来させることによってその仕組みが分かってるから、こいつとして髪の毛染めてる人間を来させることによって、淡井圭介を8月9日潰そうとした。そして、もう行動だけで物事の結果を僕は見ます。そして過去は、見せて帰った。今までの動画を見ても、そう、最近行ったことになってますけど、東北の方。大体他の男とデート。だから、淡井圭介を利用して顔を作ろうとしていたのを、まあ、こちらが取り返したりしてるっていう状態です。で、それは本当に君だから。いちいち、淡井圭介の嫌がるようなことをして、楽しくなってしまうのが、それが本当の君だから。すぐに、相手に、自分に来てる呪いを、理由も分かってるんだから、しちゃならないことをしてるんだから。これね、一般人の人に向けても言いますけども、自分が真面目側の男性の時にね、仕事としてみんなの税金もらいながらガールズスカウトとかに行きたいと思います？幼女誘拐事件とかいろいろあるの知ってますよね。実はあるから、本当にあったから。今まで売春防止法ができあったの1956年、それまでどれだけむちゃくちゃな世の中だったかわかるでしょ。レイプ犯とか本当におるかい？結構そこそこおる。で、今頭の中捉えて、本当のそういう話をされたこの連中を取るよ。これが権力の世界の、もともと議員とかでもそういうやつがいっぱいいたから、公務員とかでも大企業の中にも。で、その大企業の役員っていうのはもともと議員とか、その血筋辿っていくと大体天皇家。もう公務員の本当の話、もう僕は20歳ぐらいの頃いろんな人たちの前で言ったから。他国の人たちとかもいる状況で、で、これ国連で動かなかったら、これ絶対無理。コンピューターの稼働の仕方からして。みんな国連人。で、どこの国も大体同じような状況だから、どっかの国がこういうような話で助けを求めてきたら、他の国が動いて、
調べて法廷にかけてどうにかするしかない。もうコンピューターが自動で稼働するから脳の搾取とか始まるからもう一方的に狙われて睡眠時間までだからその秋子が来た日なんか2時間だったから他の日はそんな日そこまでなってない。オリンピックの勝ち負けをしているにしたとしても、そこまでにはなってなかったです。だから誕生日である僕の8月9日という日でもあるし長崎県に原爆投下された日でもあるんですよ。でそこで、そういったことをするかっていうと普通はしない。いろんな件を総合的に考えてその皇室から出ていきなさいの話に確か昔なったはずなんですよ。僕は二十歳ぐらいの頃その広い人様とかがその亡くなった時にもう出て行ってもう戻ってこないでって君たちの知る子を持ってそんなことで税金もらっちゃダメだからって。その公務を開くことによって、スポーツ観戦することによって、いろんな老人男性とか集まってきてるでしょ？あいつらも元で税金だから。なんでスポーツ見に行って金もらえんねんって。お前らが罪償わなあかんねんやって。金払ってどっか違うところでちゃんと働いて、スタジアムの建設費用とか返済せなあかんねんや。なんでこんな簡単なことをわからんふりするの？な、大卒でばっかりやで。そんな奴ら。言ってるやん。留学生、そんなもんは大体大卒やん。で、大学生だった人間やん。で、大学生に関して、もうそこまで留学生まで進んでしまうと、税金をいくらでもつぎ込んでいいと、使い込んでいいと、勘違いするから。自分たちはどこそこの大学を出たんだ、偉いんだ、みたいな形になって。違うから。本当のことが分かったら大学なんか行くのみっともないなって思うから。これプロ野球業界にも昔から言ってますけども、チアリーダーいらない。でまた置いとく。何年も前から淡井圭介言ってるのに、20何年も前から。もうエロ業界とくっついて離れられへん。で、そこも警察官入ってるやろ。まず自分の身の回りから仕事場固めなきゃならない。仕事してるふりの人間なんかいらんから。観客席で応援してるのがファンの人たちでしょ。普通に応援してるでしょ。お金払って基本的に皆さん来てるでしょ。で、いや、中にどんなやつがおるか分からへんから、関係者っていうだけで、無料で来てるやつ、多分混ざってるから。甲子園だけじゃない、もう日本中の、プロ野球だけじゃないから、サッカーももう、卓球だろうが何でも同じだから。もうそれぞれの税金の使い込み、本当にもう無茶苦茶だから、法廷出たらもう大変なことになるから。全部バレたら、回数とか。で、これ阪神タイガースについでにメッセージを送るんですけど、昨日ね、プロ野球業界全体にも伝えたいことですけども、これね、昨日僕はああいうふうなことを記載してるわけじゃないですか、文章で。プロ野球業界の。真逆になってるでしょ。これ完全に対決姿勢だと思うんですよ、淡井圭介に対しても。で正直脳裏によぎってきたのが、例えばね、格闘技業界とかでもまあみんな国連人っていうことを考えたら、本当は国連という形でまとまってるから、それ考えたら、例えばね、
髪の毛染めてる人間とかがリングに上がってる日本人だったとしても、で対戦相手の人が入れ墨もない髪の毛も染めてない真面目な人だったら、そっち側についてその日本人ボコボコにして合成させなあかんのとちゃうかと。これ昔一時期そういう風な判断はええんちゃうかって思ったんですよ。っていうのはこれ他国の人から見た時にね、淡井圭介っていう存在、その台風の発生を抑え込もうっていう、その世界上層部から認められてっていう、そしてその人間は絶対公務員や国家公務員側になってはできない存在になってしまう。その人たちはもう悪いことをしてきた人たちは一族で固められてるから、どこの国も。だからもう民間人として、淡井圭介という存在が必要であったと。じゃあその人が、いやあんたそんなこと言っといて自分の国の人髪の毛染めたりしてる人間とか勝たせてるやんになってしまうでしょう。それ考えたら考えたで悩むは悩むんですよ。あいつら根性ないから、ナスカ天心とか髪の毛染めなって言ってもますます髪の毛染めるやろ、でスケボーとか乗るやろ、鬱陶しいのよはっきり言って。だから特許庁に、エネルギーの残存問題の解決の書類を持って行った時に、駅で高取駅、神戸市長田区の高取駅 JR のそこで待ち伏せをしていて、それがお前の実力だって言ってきたのが那須川天心。これがあいつの正体。それも会場で言ってあげて、エネルギーの残存量問題とかきちっとアナウンスして、ボクシングの会場でも K1 でも総合格闘技でも言わんかったところ、もうリンク募集に行くから。僕は行くんじゃない、自衛官とかや、昔と同じや。本当はあいつ強ないやろ。誰かから頭の中とか渡してもらってどうにかしてるだけで、根性あったら髪の毛染めへんから、目も小さなと海岸ができてない。で本名絶対違うやろ、那須川天心と違うやろ。スケボーで、オリンピックの時に何か練習しとった時の名前、あれが本名、それも偽名、偽証罪何個ついてくると思ってんので、本当のこと言うよ、オリンピックだろうが何だろうが暴力振るって相手怪我させたら、それ暴行事件、何回も教えた。だから普通せえへん、そんな方向性で。そこまで分かったらそんなことでお金稼ぎしようと思わへん。でその格闘技とかを経験した人間が今度警察官とかになったりしてるから、で警察官側になって精神病院に都合の悪いこと言われ始めたら次々連れて行こうとするから。ほんと警察官になってもまだ髪の毛染めるのやめられへんの。もしかしたらそれ根性うんぬんじゃなくて、今までのこと何かバレたら困るから髪の毛染めて変装してるのかもしれない。正直もともとしていた髪の毛の色から髪の毛染めて、でその当時と違う髪型までにすればほとんどの人間わからないから、同じ髪型で同じ髪の毛の色でもはっきり言って僕も気づかないときは気づかないですから、いちいち一人一人の人間の顔をチェックしながら買い物とか行ったらみんなできない。よっぽどの過疎地じゃなかったら無理、すれ違う人が一日3人とか4人とかそれぐらいだったら顔を見たりとかすることできるでしょうけども、例えば岡場駅のところであの人数多いときは100人ぐらいいるでしょ、いちいち見る気にもならない。安倍さんも言ってきようっていう昔の音声が出てきてるんですけども、安倍晋三さんの時が総理の時に僕からの提案でね、安倍晋三さん総理になってもらったんですけども、その明子とか都合とか本当のところどうなんだっていうことを聞いてきたでしょ安倍さんも。それ安倍さんも対処しなかったら今度国連から安倍さんもどうなのか分かんないから
これはっきり言って岸田さんも同じ、菅さんだろうが同じ、元総理の各大臣も同じ、政務官だろうが同じ、当たり前、隠蔽が多すぎる。で、昔僕は二十歳ぐらいの頃にその本音でね、このいろんな話をしていた時に、こう考えた時に、だからまあこれはもう天皇家の人たちは知ってるんですよ。だからその順番にまあその男系男子だけで残っていって、であとはもう自然に消滅したらもう自然に消滅したでいいんじゃないですかって。けどそれでもその家系の人たちとかがその議員とかになったりとかしてどうこうという動きをする人はしますし、あ、もう自分はもういいからって、もう自分の今までのこと分かってるからっていう形で、すんなり引いて、その瞬間みんな気づいてほしいのは、肩の荷が下りて体が軽くなったりするんですよ。だからもう河川水門外式玉発電等に関しても今のところ始まる見込み全くないですね。で、またあの YouTube で三井造船、エロ業界開いてた三井グループ、三井住友と合併して、まあ住友もどうせ三菱も同じなんだろうけども、もともと昔が1956年買収防止法だから。また、海底のその温度差を利用して発電するとかわけのわからんもの、昔それ言われて笑われてるんだけども、本当の内容は違うから、水の圧力、水深何メートルとかでその水の圧力を利用し発電できる云々とかの話をし始めて、違うから、本当はそれ河川水門開始玉発電からの話、水圧で一時的に水がもう一度その水圧で上がってきたとしても、そこでタービンとか回るにしても、それ一瞬だけ上まで水来たら止まる。まあもともと大学生が考えて言い出したことらしいんですけども、いや、そんなことちょっと考えたら分かるやろ。基本的にどこの大学も小さいはずなんですよ。社会のことよく分かれば分かるほど大学なんか行く必要がないっていうこと分かりますから。あとはいや、 NE のなんかノーっていう声が聞こえてきたんだけども、違うから、本当にそれはバカなのよ。分かる？エネルギーの残存問題の話しとんねん。大学行くだけ電車乗ったりしなきゃなんないからエネルギー消耗するやろって。それまで早く社会に行って働いた方が金稼いで年金とかかけていられるやろって。で、早く結婚して、で、所得税の控除で家のローン返済していったらいいじゃない。4年も余計無駄になるだけじゃない。いい、ちゃんと給料上がっていったら、高卒者で4年間勤務した人間と大卒者の初任給、業績によっては高校生の上回るから。で、大卒の人間が仕事を教えてもらってるから、当たり前じゃない。そこの仕事場で先に仕事を終えた人間の勝ちに決まってるじゃない。頭上がらんようになるに決まってるじゃない。仕事を教えてもらうんだから。だからそういうところまで考えられないのが結局大学生の本質だから、まあ、かといって、法律の分野進もうと思ったら、法政大学とか、法学部っていうのは、もうそこは行かなきゃなんない。本当にみっちり勉強しなかったら、もう無理。勉強したら下で、もうみんな、頭の中、最初から最後までぐちゃぐちゃになると思う。いや、矛盾する法律がいっぱいありすぎて、結局社会で働いてみなかったら分からないっていう話になる。で、たまに、一回だけ見たことある。やっぱり女性だった。髪の毛染めてる裁判官が朝廷で出てきて、もうその時は裁判所の男性の人でね、もちろん髪の毛染めてない人で勤務者の人たちで、両サイド、一人ずつ僕の方に、ついてくれて叱ってくれたんですよ。一回僕とその裁判官とこう話していて、これそれね、
朝廷なのに相手の会社の人間はいないんですよ。で、裁判官が目の前に座ってるんですよ。こんな変な話あると思います？両サイドの人からの援護でめちゃくちゃ叱られてました。その裁判官、裁判官の不利、陪審員わかんない、本当に裁判員制度の方の買収された方、いやもう漢字難しくしてるだけで意味あんまり変わらない。いやもう海洋法を違反してるような人間が裁判官、無理よ。逆にお金取られるよ。ちょっとお前のこといろいろ調べさせてもらうわっていうことになって、当たり前よ、国庫に返納せえの話になるよ。でそいつが多分小川夏実の親族のもの、アナウンサーのテレビ出て平気で嘘言うやろ、フェイクの王国で、最悪そいつエロ業界の人間かもしれん、その裁判官。だから1956年に売春防止法がやっと出来上がった時点で、どんな世の中だったかって言ったら、その裁判官までもそういうのを多分認めていた時代だから、裁判官も家計とかでなってくる人間とかもいるから、おかしなやつが絶対混ざり込むよ、どこの裁判所も裁判官も。その辺法廷で話していて、そこは第三者が傍聴席あるから裁判所っていうものは機能するのであって、どこに真面目側の、強い人間が来てるかわからないと、海外にもパイプを持ってと、まあ、人脈ですね、で物事を動かしてくる人間がいるかわからないと、自分たちのことをバレるっていうやつら、だからね、本当にもうちょっと、まあ、阪神タイガースの皆さんには申し訳ないんですけども、まあ、特別8月9日、まあまあまあ、僕は、まあ、こう、まあ、カコちゃんとか、グレイの皆さんやビーズの皆さん呼び出してたから、来てくれるんじゃないかなと思ってたんですよ。だけど、ビーズの皆さんって今活動してます。確か一回テレビで放送していたのが、ある程度の時期で、解散一回してるはずなんですよ。まあ、その解散するちょっと前に僕の方のからの提案で作ったものが「兵走る」なんですよ。まあラグビーのワールドカップ用の曲でしたけども、その後、まあ、ニューヨークのマディソンスクエアでしたっけ、僕もよくわからないんですけど、あの手形つけるところ、うん、そんなところは世界中の人から手形押しに来たらどんなことになるかって言ったらもう分かるでしょ、手形だらけになるって。で、iPad の指紋を読み取る機能に関してはあれもあんまり意味ない、生体認証。僕の指見てもらったら分かると、今まで神がかり的な力で攻撃された時にちょっとまあピントで分かりにくいかと思いますけども、指紋もあんまりないんですよ、読み取らない全然。正直この本ね、宮城から出て行きなさい、皇室から出て行きなさい、で淡井圭介に近づくな、で、僕がテレビ局置いたお前らが抜けの方で、そいつがね、国連から見たら絶対そうやから、そのまあ、いやもうやっぱりそう、もうその起きてる、ケアしてる現象とか見たらそう、スポーツの絶対そう。そいつら権力者の人間とかむちゃくちゃなことし始めて、それを下の者たちが、認めてしまう、すぐに文句言わなあかん、文句言ってやめさせなあかん、悪いことしてるの。ホームページは IKS で行きの一番見たら分かる、書いてる文章
株の方からのお金の流れだったら最悪だから、それこう絶対したらあかんことしてしまってるから。本当は天皇陛下が捕まるから。別に今僕は捕まえようとしてるんじゃなくて、もう世の中の実態を本当にさらけ出して、もう本当のことだんだん分かってきたら、国がちゃんと雇用してあげて、するべき仕事 を振り分けて、お金しっかりとした賃金を、するべきことをしっかりしている人間には払ってあげたらよかったっていうことなんですよ。もともと株なんか必要じゃなかったっていうことなんですよ。もともとこれは1920年の頃にアメリカで銀行と証券会社に嘘があるという偽証罪で認められてるんですよ。第二次世界大戦の前ですよ。だけど世の中何にも変わらないでしょ。国が GPIF とか使って年金の運用だとか、あれ保険金だから、本当は人の保険金なんか手つけちゃダメですよ。普通に考えたら、なんで国だったら何でもしていいことになるの。同じよ、話よりややこしくなるだけ。株が上がったり下がったり、あんな大きな金が動かしてるの国だから、本当は国が捕まらなあかん。だから昔も言ったの、公正取引委員会の人たち、いけますって、国の上層部捕まえれますって、刑法扱えるはずですけどって。で、民法の方もありますけども、どうしますって。国連に話通しときますわって。で、最近株価暴落始めたでしょ、アメリカ。けど、動くっていうことは誰かが買っていて、誰かが負けてるんですよ。っていうことは、どっかの国が買っていて、どっかの国が負けてるんですよ。けどそこにあまり実態ないんですよ。民間企業には倒産はありますけども、国には基本的に倒産がないんですよ。ハイパーインフレが起きたとしても通貨がすり替わるんですよ、ドルとかに。本当にエネルギーの残存量問題に的を絞って、するべき仕事とそうじゃない仕事を分けて、もともとバドミントンとか卓球とかで金稼ぎさせてくれっていう話が無理な話で、お客さんもあんまり集まらない。現場行ったらなんとなく分かるから。あ、卓球してるな、ピンポンしてるなって。別にこう、現場、テレビを見ていた時になんかすごそうに見えるだけで、現場行ったら、あ、大したことないな。に変わるんですよ、本当に。だから体鍛えたことのある自分の感覚を取り戻してもらって、見てもらったら分かるんですけども、スマッシュとかの速度、え、あんなに遅いのって最初の頃思いました。だから腕の太さとか足腰の太さ見たら分かるから、それ言ってから一応卓球界もしっかりとしたフィジカルトレーニングをし始めたんですよ。まあまあ、僕も今筋力大したことないですよ。もう最近やっと懸垂ストレートで11回できる程度になった程度だから、あ、腕も別にそんなにものすごく太い腕じゃないし、まあこれ角度の問題なんですよ。この角度から見たら太く見えるけども、こう見たらあんまり太ないでしょ。そのもんなんですよ。本当にだからもう、次の、9月5日の裁判が始まってから何か、まあまあ、もうその話やめましょう。同じことずっと何回も言ってるから、もうとにかく、阪神大学とか、もう12球団、もうチアガールいらない。もうチワガールだから、本当は。で、いらない。観客席でお客さん応援してるのに、応援してるのに、そのお客さんに向かって、ヘラ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 笑ってるやつらが、余計な動きいっぱいしてるでしょ。で、髪なく染めてるでしょ。あいつらちゃうかって。髪の毛染めてる人間いっぱいおるけど。それで選手、デッドボール行きよんちゃうかって。ちょっとこれお互いのチームで、ね、一回それちょっと試してみましょう。12球団。一回ちょっと髪の毛染めてるやつら全員のけて。ほんと一回試した方がいい。今までの乱闘事件は何だったんだろうっていうことになると思いますよ。本質は、捕まえなあかん奴らに金与えて、
元警察官とか混ざってたり、警察官とか混ざって野球してたでしょ。ああいう風なやつら、エロ業界のやつらの話にして金与えていたから、その怒りでその性的被害とかを被った人たちとかの 本気のものすごい怒り、それを分からされてるのかもしれないから、その一回ちょっと慎重にみんなで一回した方がいい。本当に一回もう、じゃあ全員抜きてやめって、お前ら仕事中にヘラヘラヘラ笑いすぎって、でそれと髪の毛染めてるやつは多すぎるって、エロ業界としてつながっとったやつは何おんねんって、キャバクラとかで働いとったやつって、過度な露出、軽犯罪法の違反になるような露出をしてる水着とかも同じ。もうビーチバレー見てびっくりした。軽犯罪法違反やりすぎ、あいつらに1円も払わなくていい。逆、欧州お金、お前らみたいなクズおびき寄せるために大会開いたったんやぐらいでちょうどいい。男性あんな格好絶対せえへんやろ。もう昔からずっと思ってたの。男性の方は真面目な人間多い、女性の方は変なやつ多い。そういう原因絶対スカート、あんなものは好きな男性の前でしか生えちゃダメよ。もともとどちらかというとエロに近い類のものだから。で、繋がった瞬間相手の感覚とかいろいろあるでしょ。だその辺のところで気分良くなってしまうんじゃないの、ああいうの。だから露出に走ってしまうんじゃないの。だそれがもう全部そのからくりまでバレてしまうと通用しないから、見れば見るほどみっともない存在にしか見えない。お前そこまでして金稼ぎたいと思ってんのかって、もうだんだん我慢の限界が来た時にそいつらに対してもうどんな感情になるかわかるでしょ。ねえもうワンピースのギャラクシーインパクトと同じ、大学生がどれだけバカか、教えてる教授とか准教授とかが宇宙は爆発でできたとか言い始めた。神聖なアホやで。あいつらのお金の出元税金やで。言える？それに対してガーブ中将はワンピースの世界、あんなアホどもっていうこと、意欲ある原骨で宇宙できるかどうか試したらええって。核兵器でそれは証明されてる。とんでもない爆発で宇宙なんか誕生しない。ビッグバン、わからん、大きな車の話だったかもしれない。バンっていう車のタイプ、あんな大きなバンなんて車買って、もうどうせいつも乗るん通勤とかで自分一人やろって、アホなんちゃうか、車体重量重くなるだけやでって、タイヤの方が小さなとって、一般車両よりもって、ほら横風吹いたら高速道路で倒れよう、横転しようって。運転手の人はその時はかわいそうやなって思いますけども、メーカーの方も考えて作れよってだったんですけども、もういらない。もう高速道路の管理とかも全部無理だから、エネルギーの残存量を考えた時、ガソリン車の生産早く停止、生産停止、仕事早くしてください、世界中の、首脳の人たちへと、各企業自動車メーカーの役員の人たちへ、もうこれ以上の事態を招いたらもう全員捕まえたらええ、でそいつらにあの三振等以内の請求でずっとお金払わせ続けとったらええ、今まで使った分。まあもともとトヨタとか純利益があるから、それであの放置自動車しっかりと、回収して、できるだけ人間の手で、解体して、重機使わずにガソリンをできるだけ消費しない形で、だからそれを仕事として、してもらったらいいから。あとはまあ河川水門開始玉発電が始まったら、工場の人たちはギアものすごい量がいるから、うん、それは僕らの河川水門開始玉発電のところで言ってる内容とか聞いてもらったら分かります。それはもう貯水量によるんですけどね、その地下水流ストレートトンネル発電を何メートルぐらい、
設置するのかで、もう場所によっては多分何百メートルっていうところの先までストレートに、トンネル型で作りますから、回転扉は、まあ、何十機どころか100機超えてきたりとかします、ものによっては。だ、一河川の一区間でそういう風な量になってきますから、なかなかないですよ、何百メートルっていうところは。もう水の貯水量によってきますから、水圧で全部回していらっしゃるんですから。その上流とかもダム化していて、でそこから同じように同じ量の水を放流してるから、安定した貯水量がずっとキープしてるから、安定した水の圧力がずっと続けれるから、いずれ利益は全部最高地点まで、回せるんですよ。だから高い発電量が生まれる。で、あと、まあ、その8月9日、これは僕の誕生日って書いてるところ、2のところ、あれ本当にみんなね、自分で見てくださいよ。閲覧者数があの数だったら無理。実際見たら分かるから、ブルースラーパークの状況。え、こんなに人いないのって。この50年近くのすごい少子化の正体っていうのが、こんなにすごかったのって、こんなに人いなくなってるので、本当にびっくりするから。本当に僕、昔1997年か8年、多分8年の方の5月だったと思うんですけども、バーベキューコーナーで、一レストランとして世界記録出してるんですよ。軽く1億円超え。もう全部埋まってましたから。1日に7000人ぐらい。ゴールデンウィーク。食べてくれたお客さんの人たち。もう朝から晩まで全部ずっと埋まってる状態。ほとんど。夕方の1時間帯だけ。もう夜もあの団体のお客さんでもうほとんど待ってましたから。バーベキュープラザのところだけ、あの辺だけ夜、いやまあ夜もなんか開けてたような気するんですけどね、ゴールデンウィークの時だけ。あと平日とかもそこそこお客さん来てましたよ、団体のお客さんとか。いや、あの被災地である神戸見に。だから阪神淡路大震災が1995年でしたから、そこで団体旅行で来て、実際、被災地見て勉強してっていう。もう上流のシステムとかが多分あれもかなり何年も前からなくなってますね。だからその動画本当に見た方がいい。もう完全に社会崩壊の分かりやすい現場が起きてる。なのに次の社会崩壊を起こそうと万博開こうとしていたのが自民党、公明党で逃げようとしていた代表者っていう形の言動にどうしてもなってしまうんですよ。で、だからもうこれだけテレビで地震までフェイクニュースを放送し始めた時点で、だからインターネットのウィキペディアとかも嘘は多いっていうことを考えていくと、だから国会見に行かなかったら、各大臣が本当に今表記されている大臣なのかどうか僕もわからない。今何が起きているのか、海外から訴えられたら、その海外のその国際司法裁判所に出廷しなきゃならなくなるでしょう。そしたらいなくなるわけじゃないですか、国会から。で、じゃあその代わりを、まあ、副大臣とか務めるんでしょうけども。まあ、もう僕も今も正直、途方に暮れてる状態。で、途方に暮れてる状態で、12球団追い打ちかけてきたでしょう。だからそれ多分、僕と記載してる内容と真逆の得点の入り方がしてるから、勝てるチーム。だから横浜 DNA で、DNA だって言ったら横浜 DNA だって、で楽天だって言ったら楽天だって、これどうしてるんだから、自分たちが頭の中で甘えてたら嫌だって、何甘えてんの、そんなの。得点見たよ、14点って。何あれ。お前ら取られてる人間のその頭の中の状態に本当に法廷でさせるからなって。何年にもわたって。それが買ってきた人間の業。なりわいって言うねん。巨人もや。長嶋茂雄さんはそれで一回反省して、半身麻痺まで進んだ方。
いつまでも人の頭の中強奪しとったからやるって。一回この僕のこういうふうな言い方の動画の方が多分いいと思う。わかりやすいから。ここで丁寧な敬語とかいらないと思う。こういう話するときに。間違いなメッセージになるから、本当に。もうこのどうしようもない世の中とこのどうしようもないそのほったらかし感、多分急に石油の輸入僕が生きてるうちに多分止まって終わるんじゃないですか。まあそのジルスっていう曲名のあのまあバンド名ジルスっていう名前に変えてあのまあ意味が悲しみを表現する、まあ、英語だと思うんですけども、まあ、もともとはどこの母国の言語かわからないんですよ。ヨーロッパの人たちが大量に、各国の人たちがもともとアメリカに乗り込んで、いろんな人たちが混ざり合ってるから、だから、もともとはどこの言語なのかよくわからないんですけども、その曲聴いてもらったら、まあ、僕の気持ちとかもわかると思うんですけども、あとは、まあ、ユニコーンガンダムの、曲名メリーゴーランドでしたっけ？それも機能かな、アクセスできるように、ホームページは YKS 検定の1番からしますけども、何でもホームページは YKS 検定の1番から。もうそこ見なかったらもう何も始まらないから。意味がわからないから。このダーティーな世の中を変えていくときって、やっぱりもう僕も今クタクタになってるから、精神的に、だからもう気持ちがこう、前にこう、向かっていくことしない。なぜなら、できる限りのことは手尽くしてるから、これ以上僕にできることないんですよ。であとはまあ阪神タイガースの皆さんへのメッセージですけども、あらかじめ前から言ってますけども、例えばあのエースコンバットっていうまあゲームなんですけども、あれももともと本当にヨーロッパとかの戦争をもろにあの表現してる部分、もうダイレクトに完全に国名というかその地域名とか出してきて、もともとの証言とか集めて作ったりしてるから、正直そこまで分かったらもう最初楽しんでた連中もコントローラー多分落とすと思う。で、そのゲームの中で出てくる V2 って長崎と広島の原爆か。もうそのゲームの方、まあ YouTube で見れるから一応一通り見といた方がいい。どういうふうなものなのかストーリー。もう相棒に裏切られてとか、それが最終的にあのラスボスで、そこに出てくる一つ一つのセリフが